これがね、人のの心臓の模式図です。全、ね、身から帰ってきた血液が右心房に流入し右心室を通って肺へ行くで肺から左心房に血液が流入し左心房から左心室へ行きそして体へ行く、ね、こんな風にね、あの心臓の中を血液が流れるわけです。これ右と左逆かなと思わないであのみんなはお医者さんでねあの患者,患者さんはねこうやってみんなの方を向いて寝てるんだね。だから 患者さんにとっての右はこちらし、患者さんにとっての左はこちらね。でね患者さんのお腹をね見てると思ってね。でえっと全身からねあの血液が返ってくるとね、ねえっと大静脈ね、あの本当は大静脈ね、あのもっと複雑だけど、まあ、大静脈を通ってね血液が返ってくる。で肺動脈を通って肺へ血液が行く。で肺静脈を通って心臓へ肺から血液が返ってくる。で 大動脈、ね、大動脈もね、本当はこれもっとねじれて複雑だけど、大動脈を取ってね、全身でまた血液が流れていくと、こんな形です。一番テストに出るのはね、肺静脈、ね、ここ、肺から帰ってくる、ね肺から心臓に帰ってくる、だから肺静脈っていう血管、ね、この肺から心臓へ流れる血液が通る血管は肺静脈っていう血管です。だけど、この肺静脈って言いながら、中を流れるのは酸素たっぷり含んだ動脈血です。ね、肺で酸素と結合して そして全身へ酸素を運んでいくね肺から帰ってくる血液酸素をいっぱい含んでるから動脈血ですね肺静脈を動脈血が通るってここが一番テストによく出ますから気をつけましょうで、この、ね、ピンクに塗ってるあたりには逃亡結節っていうねペースメーカーの役割をするえっと部分があります心臓は自動性って言って自分でねあの拍動のリズムを作るんですねそのペースメーカーとなっているのがこの逃亡結節ですでね。 あの東部結節がねあの自分だけでねあのそのリズムを何ていうの自分だけそのリズムを知ってりゃいいってわけじゃなくてそのリズムをね心臓全体に伝えなきゃいけないからそのペースメーカーのリズムを心臓全体に伝えるための刺激伝導系なんていうねあのシステムが存在します刺激伝導系、ね、ペースメーカーの拍動のリズムを フェスメーカーが作った白、ね、動のリズムを心臓全体に伝えるシステムまあね刺激伝導系システムって言いながらその実体はねその実態は特殊な心筋です、ね、特殊な心筋ですこれねあの右心棒とかね左心棒とかね左心室、ね、右心室ねちょっと困っちゃうよねまあボーっと入ってきてシッと追い出されるって覚えようボーっと入ってきてシッと追い出せる右心棒に入ってきて右心室から出ていく左心棒に入ってきて左心室から出ていくって覚えちゃおう